皆さん、虫眼鏡をよく磨いて探偵の帽子をかぶる時間ですよ。うん、よく似合ってます。本当ですって。準備はいいですか？では始めましょう。ルークは科学実験に参加中。しかし何か失敗したようで、何もない場所に降り立ってしまいました。そこには3つのポータルがあります。1つ目のポータルは南極の極地砂漠へ通じており、2つ目のポータルを通ると溶岩が流れる火山があります。3つ目のポータルを通ると巨大なディプロドクスが闊歩する恐竜時代が広がります。彼が選ぶべきポータルはどれ？南極の砂漠に行ったところでルークは一瞬で凍りついてしまうでしょう。流れる溶岩も問題外。しかしディプロドクスは人間に全く害を与えません。草食恐竜ですからね。この恐竜の邪魔をしないようにすればいいのです。マーチンは友人のデイビッドと卓球をしていました。彼はピンポン玉を少し強く打ちすぎたようで、玉は空中を飛びフェンスの支柱の空洞の中に落ちてしまいました。支柱はとても狭かったのですが、ギリギリピンポン玉が入るサイズで一番下まで達してしまいました。マーチンがいくら頑張ってもピンポン玉を支柱から取り出すことができません。幸運にもデイビッドが良いアイデアを思いつき、すぐにピンポン玉を取り戻してくれました。彼はどうやってピンポン玉を取り出したのでしょう。デイビッドは近くにあった水のホースを使ったんです。支柱に水を注ぐとピンポン玉が浮かび上がってきました。ある時、刑務所の看守が気になる噂を偶然耳にしました。誰かが脱獄を計画しているというのです。看守が監視カメラの映像をよく調べると、怪しげな2人の女性を発見しました。1人は元ボディービルダーで筋肉もりもり、ショートヘアで全身にタトゥーが入っています。もう一人は静かで控えめな女性で、一人で過ごすのが好きなようです。何度も映像を見直すうちに、監視はどちらの女性が脱獄を計画していたかを突き止めることができました。あなたはどちらの女性だか分かりますか？静かな女性の方です。よく見ると彼女はヤスリを使って髪の毛をまとめていますね。これを使えば金属の棒でも切断することができます。レイチェルは朝早くに警察に通報しました。警察が到着した時、彼女はこう説明します。私は博物館で働いています。昨日研究のために古代の本を何冊か家に持ち帰りました。でも突然停電したので、ろうそく数本に火を灯して研究を続けました。ドアベルが鳴ったのでドアを開けたら、黒いマスクをした人物に頭を殴られました。意識が戻った時、本がなくなっていたんです。ところがアンダーソン刑事は彼女を虚偽申告罪で逮捕しました。なぜでしょうか？停電中はドアベルは鳴らなかったはずです。この写真を見てください。どれか一つはフォトショップで加工されたものです。それがどれか分かりますか？中央の写真です。タコがなびく方向が間違っています。もし写真が本物なら、タコは風と同じ方向になびくはず。旗と同じようにね。この2人を見てください。実は貧しいのはどちらでしょう？青いシャツを着た男性です。2人とも鏡を見ていますね。鏡の中で左側の男性は一見成功したビジネスマン風ですが、実際の姿は貧しいです。冬の夜、警察官は街をパトロール中、突然黒いマスクをつけた人が窓から家を出て、2つの大きなカバンを運んでいるのが見えます。警察官はこれが泥棒だと気づきます。警察官は犯人の後を追いましたが、
犯人が角を曲がった時姿が見えなくなりました。警察官は犯人が3軒のうちのどれかの家に隠れていることは分かっています。どの家でしょうか？左側の家ではないはずです。ご覧の通り中には人がたくさんいますよね。右の家の中に続く足跡はありません。しばらくの間誰も出入りしていないことがわかります。ということで犯人がいるのは真ん中の家。カウンターの上にコップが4つあります。どのコップも伏せてあり、すべてのコップの下には同じ数のお菓子が隠されています。コップの近くには下にいくつのお菓子があるかを示すポップがあります。ポップには5個か6個、7個か8個、6個か7個、7個か5個と書かれています。正しいポップは1つだけ。コップの下にはお菓子がいくつあるのでしょう？正しいポップは一つだけなので、正しい数字が二度登場することはありません。そうでなければ正しいポップが一つだけではなくなります。ということは、コップの下にあるお菓子は8個。マークの数学の先生は、マークが欠席ばかりすることに不満を持っています。しかし先生はマークに最後のチャンスを与えることにしました。もし君がこの謎を解ければ両親には報告しないことにしよう。数字の4だけを使って45をかけるかな。マークはどうすればいいのでしょうか？こうすればいいんです。44÷44＋44。人が一番眠らない月は何月でしょう？2月です。28日か多くて29日しかありませんからね。銀行強盗があった後、警察は公園でお金が入った袋を発見しました。サボテンの間に置かれていたんです。警察官は3人の容疑者を逮捕。銀行強盗の犯人はすぐに突き止められました。強盗犯は誰でしょう？強盗犯は左の男性。彼だけが負傷しています。サボテンのトゲで引っかかれたのでしょう。チェーンが5組あり、それぞれが3つの輪でできています。さて、5組のチェーンで1つの長いチェーンを作りたいと思います。開いた輪を溶接して閉じるのには3ドル、閉じた輪を開くのには1ドルかかります。15ドルしかなくても1本の長いチェーンを作ることができますか？まず5組のチェーンのうちの1つは輪をすべて開きます。これに3ドルかかりますね。次に開いた輪を使って残りの4組のチェーンをつなぎます。輪を溶接するのにさらに9ドルかかります。支払うのは合計で12ドルだけです。トーマスは旅行中でとある町に行きたいと思っています。旅の途中で彼は別れ道に遭遇。どの道を選ぶべきかは分かりません。町への道は一つだけ。幸いにも近くには二人の男がいます。問題は二人のうちの一人は常に嘘をつき、もう一人は常に真実を語るということでした。トーマスはどちらがどちらかを知りません。さらに悪いことに二人の男はあまり親切ではなく、答える質問は一つだけだと言います。トーマスはどのような質問をすべきでしょうか？正しい道を見つける唯一の方法は、男性にあなたの隣に立っている人にあの町への道を尋ねたら何と答えると思う？
嘘つきは間違った方向を指し示し、常に真実を語る男性も同じ間違った方向を指します。そしたらトーマスは反対側の道を選べばいいのです。あなたは夜自宅に帰るところ、角を曲がった瞬間全てが真っ暗になります。意識が戻ると閉じ込められた部屋にいました。ドアの隣にはキーボード付きのコンピューターがあります。画面上には謎々が表示されています。正しい答えをタイプするとドアが開きます。謎々はこれ、1人から2人を作り出すものは何？答えがわかりますか？答えは鏡です。ジョアンナは友人と賭けをしました。そして夜中に町の真ん中にある廃墟に行くことになります。その廃墟には誰も住んでおらず、近々取り壊される予定。しかし狂った科学者がその廃墟を研究室として使っているという噂がありました。真夜中の3時頃、ジョアンナが大きな不気味な廃墟に行ったところ、玄関ドアがわずかに開いているのを発見。彼女が中に入ると暗い廊下が続きます。突然明かりがつき、ジョアンナの目の前に白衣を着た奇妙な男性が現れます。彼はそこに立ち、しばらく彼女を凝視した後、おはようございます、私はクラーク博士ですと言った。でもあなたは本物じゃないとジョアンナは叫びました。彼女はどうやってそれを見抜いたのでしょうか？この科学者は鏡には映っていましたが、影がありません。これはホログラムだったのです。